血液型 A 型の人は全体の約 40% を占める最も一般的な血液型です。 A 型の人は几帳面で細かいことを気にする傾向があり、それが強すぎると昇進者になりがちです。しかし一方で責任感が強く協調性があるため、リーダーシップを発揮することができます。 A 型は臓器移植などで供給が不足しがちですが、その理由は遺伝的に感染症にかかりやすいことが関係しています。過去には伝染病の流行で多くの A 型の人が命を落とし、その結果現代の A 型の割合が低くなったと言われています。そのような歴史から A 型の人は細菌やウイルスに対する免疫力が低い可能性があります。一方で A 型は穏やかで親切な性格の持ち主が多く、人からの好感度は高いと言えるでしょう。しかし気になることに関わりすぎるあまり融通が効かなくなる場合もあります。血液型によって性格は決まるわけではありませんが、 A 型の特徴を知ることで自分や周りの人の行動を理解する一助になるかもしれません。